件はちょっと許してくれやせんね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 。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。というわけで今日はですね、突然なんですが大阪へ行きます。あのソフィアさんのライブがあるので大阪まで遠征したいと思います。というわけで時系列をちょっと戻して開始します。朝ごはんを買いに行きます。どれにするか迷うぜ。はい、というわけで東京駅まで来ました。自由席で大丈夫です。チャララララ切符を買いました。なんかあの券売機でも買えたんですけど、なんとなく窓口の方が旅感あっていいかなと思って、わざわざ窓口並んだらすーげー並んだって。新幹線まで時間があるので仕事仲間にもらったギフトを消費しに行きます。よし、それでは飲み物もゲットできたんでそろそろ改札くぐっちゃいたいと思います。ここです。ちょっと16は時間がギリギリすぎるんで18番の方で乗っていこうと思います。大阪方面いざいかん。自由席はどっちだ。あっちだ。案の定めっちゃ並んでますね。まあ時間ギリギリだからしょうがないっちゃしょうがない。いい場所を取れましたね。はい、というわけで新幹線ルームツアー、電源があってテーブルがあって椅子がある。こいつは倒せます。窓もバッチリ、マジで最高。This is the Nozomi Super Express bound for Hiroshima. We'll be stopping at Shinagawa, Shin Yokohama, Nagoya, Kyoto, Shin Osaka, Shin Kobe.本日のソフィアのライブが16時会場で17時開演ということなんで、まだ時間に余裕があるので、時間に余裕があるんですけど、まだ早く向かうと思います。マジでメイドすぎる。これがあれば大阪市内は全部行ってるはずなんで、こいつだよりできます。7時って言われたよ、ナイキーの中で。奥めっちゃ遠い。毎度毎度、関西来るたび、迷子になってる気がします。本当にね、わかんない。なんか関西の人が東京来て迷子になる気持ちがね、この時だけわかりますね。マジで。前回が、友人に案内してもらいながら行ったんで、マジで道わかんないです。過去のソフィアのライブ映像を聞いてモチベ高めていってます。はい、大阪市内を行き来できる券はさっきの改札で飲まれて、ここから有料コースとなりました。とか言うてる中、大阪城ホール目の前です。スケジュール感めっちゃガバガバすぎるんですけど、なんとか開演前にたどり着きました。実はほとんど売れてて、マジで多分各ブース行っても合計3種類ぐらいしかなかったですね。まあ1日のライブだからね、グッズ大量に販売するのもって感じで多分数絞ったんですけど、完全にちゃんとしてますねこれは。はい、それでは
時間も迫ってるんで、そろそろ会場へ入りしようと思います。メンバーが手残りを受けたなっております。全部完売ですって。では入場していきます。はい、おはようございます。これサムネに使えるかな。N 席、こっちスタンドの方。はい、というわけでライブが終わりました。出口までが遠い。よし、帰ります。はい、というわけで今日は大阪城までフラッと来てソフィアのライブ行ってきました。やっぱりね、オーケストラとバンドって全然真逆の対極の存在だと思うんですけど、マジでね、交わると超かっこいいです。いろんなアレンジのソフィアの楽曲も来て最高でした。というわけで今回の動画はそんな感じのソフィアのライブ行くっていう Vlog でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。